はいどうも、バドツです。音聞こえる？聞こえたら教えてください。歌舞伎町です。飲んでました。帰ります。夜寒いね。おはよう、こんばんは。今起きたん？こんばんは。寒い。めちゃくちゃ寒いな。おい、あちゃんいらっしゃい。歌舞伎町です。やばいよ、3年前なくした看板見つけたよ。3年前なくしたお店の看板見つけた。奇跡だよ。飲み屋で飲んでたら、和道看板まだあるよって言われて、すげえ懐かしいんだけど、ビビったよ。3年前店やってた時の看板、いや3年前に店やってた時の看板がまだ残ってたんだよ。歌舞伎で店やってた時の看板だよ、まだあるよって。あれなくしたんですよっつって、ビビったよ。3年間誰も触らず、すごいよね、奇跡だよね。いや持って帰りますっつって、捨てるって。すごくない？歌舞伎町で3年間眠ってたんだよ。そうだよ。俺だって飲み配信の先駆けだもん。誰もやってない頃、あの店配信やってた。店配信の結構先取りだったんだよ。寒い今日。まあ若い、いや3年前だよ、すげえ懐かしい。奇跡じゃない？3年前なくした看板が出てくるんだよ。しかも3年間誰も放置してたってことでしょ。埃がすごいもん、ほら埃だらけ。びっくりし、あれまだあるよって言われて、3年分の埃がかぶってるよ、ほら。すげえな、出てくるもんだな。いやさすがにこれはビビる。いやなんかすごいって思ったね。ねえ部屋に飾ろう。いやすげえな、出てくるもんだな。そんなことある？都会で、歌舞伎町で。でこれ捨てたのをどうしたの、なんでこんなとこあんのって店の店主に聞かれて、いやなくしたんですよっつって、俺が看板なくしてそのまんま3年間、いやここにあるよっつって、びっくりしたよ。帰り3年前、これだから3年前のリスナーとか懐かしいって言うよ。いやさすがにジャケット着てるわ。でも寒い寒いよ。
どっから帰ろうかな。びっくりした。そんなことあるんだな。俺は2杯で、マスターに1杯、あのすごく、あの俺が唯一プライベートで飲む隠れ家だね。あのリスナーさんにもね、何人かしか連れてったことない。俺の隠れ家、俺の唯一飲みに行くお店。連れて行かれたことはある人はごく一部だね。本当に仲良くなったりしない、連れてかない。荒野は一回連れてったかな。まあ酔えないね。すっごい雰囲気が良くて、マスターがめちゃめちゃ面白くて、ただ人選ぶ店だから、やっぱり変な人連れてきたくない。すごいいいバーだよ。久々行ったかな。うわ超懐かしい。まさか看板がな、戻ってくるとはな。すげえ、ドアに貼ってた看板だよ。残ってるもんだな、すごいな。します。これはすごいよ。これはすごい。奇跡だよ。いやこれプレミアもんでしょ、この看板は。オールタイム3000円、儲からねえ。これいくつだろうな。いやもうこれ29とかだよ。29とか多分ね。すげえな。残ってるもんだな。ビビるわ。誰も捨てなかった。店の看板だから捨てづらかったんだろうね、多分ね、同業の人とかも。いや曲がりしてたんだよ。あのなんだろう、16時から23時、俺が働きたくない人だから確実に起きて、まあ4時から11時ぐらいなら働いてもいいやと思って、自分でやってみようと思って。だからふわっちがない頃、金稼ぐ手段考えないといけないから、配信者は飲み屋で生活保護抜け出すために何か働こうと思って飲み屋始めた。足がかりその本営業始まる前の時間借りてたの、お金払って。あゆみっていう店を借りてたの、オープン前に。曲がりしてたの。それで経営してた。めっちゃ懐かしいな。まあまあまあ、いい時もあれば悪い。後半は稼げてたけど、もうなんか歌舞伎町が苦手でやめちゃったんだよね。うん、飲みは向いてねえわと思って。
まあ稼ぎやつが生活はできるぐらいには後半は稼いでたけどね。そんなに100万とか稼いでないよ。普通にバイトするぐらいは。リスナーさん限定でやってたからね。小さい店だったから。うわー懐かしい。よく出てくるわこんな。そうだね、中野とか下北とか高円寺の方が俺は雰囲気は好きだね。うん、俺もそういう客層の方が好きだね。うん、歌舞伎町はね、あのイケメンの人とかじゃないとやっぱ水商売長い人が多いからね。ザ水商売だから、ゴールデン街とかじゃん歌舞伎町で。歌舞伎町というか新宿の雰囲気で言ったらゴールデン街人気だし高いからね。ゴールデン街で店やるのはまあ大変だよな。もうすぐ埋まっちゃうよ空きが出たら。そこまで言っちゃう俺多分。いやゲイはいいわ。でもゲイにモテるんだよ俺。なんでゲイ受けするんだろう。あちゃんなんかその頃知ってたら毎日飲み来たんじゃないの。俺が店やってる頃知り合えてたらね。好かれるんだよねゲイの人にね。なんでなんだろう。びっくりだわ。ねえ飲み来てたろうね多分ね。出会うのがタイミングが合わなかったね。だって歌舞伎で飲み歩いてんでしょ。あでも男の人ばっかりだったよ、うん、飲み屋に来る人は。でも長野から来るお客さんとかいたかんね。嬉しかったよ。当時はだから毎日オフ会できたから。毎日がオフ会。あそうなんだ。えでも住んでんのこの辺じゃないの。この辺って言ってなかった。歌舞伎は独特だからなルールかな。え違うの。近くに住んでるって言ってなかった。新宿じゃないんだ。新宿だと思ってたわ。この辺じゃないんだ。寒い。寒すぎる。寒い。あなるほどね。でもこの辺の近所に住んでるリスナーさんだと思ってたわ。
寒い。わあ、バッテリー切れるな。中央線か。ちょっと待って、充電が切れそうだから一回電源確認させて。電池がバッテ、ああこれが外れてるんだ。来た来た、バッテリー OK。寒いな。ねえ、寂しかったよ。毎日来ないとダメだよ。仕事が忙しかったのかな。毎日来て。私がいないとこの放送成り立たないんだからっていうぐらい応援して。いろいろか。元気ないよ、もう元気ないよ。落ち目だよ、落ち目。復活したいよ。最近人気が全然ないからね、頑張らないと。うん、最近人気が全然ないよ。なんでだろうね。まあ人気商売だからね、これしょうがないことだけど。若い子たちに押されてるよ。うん、どうなんだろうね。ふわっちね、大人が多かったんだけどね。最近子供っていうか、うん、ちょっと子供っぽくなってきたよね。もともとニコ生も嫌い、ツイキャスも子供多くて嫌いって言ってるさ、お金持ちのリスナーがいっぱい集まってて、嵐とか全くなかったんだよ、この配信サイト。いつの間にかね、ニコ生みたいになっちゃってて本当に嫌だね。昔はニコ生嫌いな人たちがいついてたサイトだったのに。ないね。ふわっちの初期の頃めちゃめちゃ良かったよ。全く荒れなかったもん。200人でも300人でも。最近のふわっちはおかしい。ちょっと変だな。俺は後半は閲覧500とか、同時閲覧500から1000はあったよ。あ、延長するんでアイテムお願いします。だから
今まあ100人前後だけど5倍から10倍はあったね、閲覧は。アイテムお願いします。延長代、もうアイテムください、もう言いたくないよ、もう。延長代にお金かかるのこれやめてほしいよね。延長代ぐらいはもう無料でいいんじゃないかな。できる限り、お疲れっす。できる限りぶん投げてほしいね。100円じゃない、50円。たださ、50円や延長したとしてもプラマイゼロだから、みんながみんな投げないと成立はしないよな。まあお気持ち分をぶん投げていただければ嬉しいけど、もう仕事にならないよこれじゃ。厳しいよね。なぎっちゃった。マジか。マジか。じゃあ次はかな。今月分使い切ったか。お小遣い。いよいよ厳しいな。ペース配分難しいよね。無課金が多すぎるんだよな、うちの放送はな。ほら、爆投げ師さんがいるわけじゃないから、俺の放送はさ。だから、爆投げ師さんがいたらさ、別にそんなの気にしなくていいんだろうけど、やっぱカツカツだからね。生活もあるし。まあ、節約だな、今月は。いいよな、一撃100万とか稼ぐ人羨ましいよ、本当に若手で。まあみんなそうだよね。いや爆投げしてよ、爆投げ、爆投げして、爆投げ待ってるよ、あちゃんの爆投げ。やっぱ若手後輩でバーンって100万とか稼ぐやつ見ると悔しいよ。なんで俺の方が閲覧あるし、俺の方が喋りうまいし、俺の方が知名度あんのにって。ねえ。羨ましいよね。アイテム爆投げされる人ね。ほんと羨ましい。ありがとう。いや、やっぱ課金は大事だよ。タダミーと、課金をするのじゃね、応援してるレベルが違うから。ありがとう、スンシスンシ
寿司ありがとう。寿司ありがとう。寿司。匿名さんありがとう。ナイス花火延長します。なんてかっこいい花火だ。寿司ありがとう。ありがとう。延長します。ナイス。ナイスアシスト。よいしょ。ナイス。ありがとう。ありがたいね。また匿名さんなのがかっこいいよね。ありがとう。ありがとう。ご覧の番組は匿名さんの提供でお送りしております。よいしょ。ありがたいっすね、本当に。ありがたいっすよね。配信やってるとわかるよね。花火さんのありがたさ、アイテム投げてくれる人のありがたさが本当にわかる。ありがてえ。俺は死ぬまで配信は続けたいとは思ってるかな。好きだからね。6年間何かを続けたことがあることは人生で今まで一回もなかったから、配信は好きなんだろうな、多分な。まあやめたくなったらやめるけど、今のところ俺は配信続けていきたいっていう思いはあるよ、今のところはね。ただいつ変わるかは分かんないけど。あ、それもだから人と人だからな。続けたいとか、あの帰る場所があるっていうのは人だから、うん、今待ってくれてるリスナーさんがいるからね。この放送楽しみだって、生きがいだって言ってくれてる人がいるから、その人たちがまあ いるまで俺は続けるんじゃないかな。そうだと思うよ。もう長いからね。何かをね、3年続けるとか結構大変だからね。同じことを一つ一つコツコツと。人生で初めてだよ、6年間も何かに没頭したのは。みんなにはある？6年以上続けたもの。毎日10時間以上。あすらひたむきに何かを続けたことはありますか。寒いな今日、冬だな、もうめちゃめちゃ寒いよ。うん、あ、ぶっちゃけた話ね、俺ね、あの閲覧こだわったこと一回もないっすね。あの閲覧ゼロだったのは、あのニコ生が、ニコ生の最初の枠で、そっからずっとリスナーさんいたから、うん、閲覧は気にしたことないかな。だから過疎だとか大手だっていうマウンティングし合う文化ってあんまりよく今でも分かんないかな。なんか人気があれば人が集まるし、つまんなかったら人が集まんねえってだけだと思ってるから、すげえシンプルだと思ってて、なんか配信は人数じゃないよ、楽しいかどうかだよ。
楽しんでるかどうか。それは何にでも当てはまることかもしれないけど、とにかく寒い。早く家に入りたい。もう少しだ。まあね、俺の20代後半から30代は全部配信付けだからね。配信外っていう概念がないからな。着いたよ、我が家に。ただいま。疲れた。ただいま。どうしよう、パソコン配信に切り替えようかな。寒かった。あ、タバコ切れてるからタバコ買いに行こうか。タバコがないわ。せっかく家着いたけどタバコがない。
バコ買わないと。くるくる？嘘。え、見えてない？見えてない？え、みんな見えてない？くるくる？嘘でしょ？見えてない。くるくる？本当に？なんでだ？見えてないの？見えてない。マジで。見えてんじゃん。見えてるよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。見えた？何だったんだろう。何だったんだろう。見れた？嘘？マジで？なんでだろう。タバコ買いに行かないと。固まってたか。うん、どうなんだろうね。電波悪かった。まだ買いに行ってない。日報つけてる。日付変わったから。まあまあまあね、仕事でやってるからね、これやらないとダメでしょう。
つけてないよ、聞いたことないよ、つけてる人なんか聞いたことない、つけてないよ、誰もつけてない。はい、こんばんは。こんばんは。どうしようかな。タバコと夜食を買うかな。タバコと夜食を。タバコと夜食だ。コンビニですね、コンビニ。タバコを買いたいですね。りーちゃん来てないね、最近ね。2日ぐらい来てないかな。うん、リリちゃん来ないね。まあ、入れ替わり立ち替わり激しいかな、この世界は。俺がどんなに好きなリスナーさんでもねえ、楽しいよね。そう、俺が好きなリスナーさんにねえ、選べないからさ、リスナーさんはその人の都合で見なくなっちゃったらもう終わりだからね。それがね、配信の悲しいところなんだよ。このリスナーさん、いいリスナーさんだなって、いついてほしいなって思ってもいなくなっちゃったりするから、そこは悲しいよね。まあ、いる人を大事にするよ。いる人を大事にやってこう。しょうがない、これは配信者の定めだから。女性が増えたら嬉しいな。女の人が増えたら嬉しい。女の人が増えると必然的に男も増えるからね。女の人多いかな。俺若干少ない気がするんだよな、女の人。そう？多いかな。朝方は多いね、女の人。朝方はすごい空気感が良くて、俺朝のリスナーさんすごい好きだね。
朝4時から朝7時ぐらいに集まる人がすごく質がいい。でもこの時間帯だけ放送やりたいもん俺。夕方以降とかもうクソみたいなやつらばっかりなんだもん。マナーなってないやつと絡みたくないもんね。やっぱりね、荒らすのが目的のリスナーはダメ。荒らし目的は本当面白くない。超不毛な時間だから、やっぱりこの放送をね大事にしてくれるリスナーさんはありがたいなって毎日感謝してるよ。ある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 よ。要は夕方以降なんで荒れるのかっつったら、あの鬱憤溜まった学生とサラリーマンしか来ないからよ、仕事終わりの。あ、この時間帯見るっていうことはさ、生活にゆとりがある人が多いの。うん、自由な時間に来れてっていう。そう、夕方から夜中の2時ぐらいまではもう本当に良くない、荒れる。だから朝方荒れないでしょ俺の枠。時間帯とかあるよ全然。だからなんかコンプレックスだからルサンチマンだかなんだか知んねえけどさ、ストレス冷めてんだよ。でしょ、この時間荒れないもん。何飲もうかな。飲み物家にあったような気がすんな。いや飲み物じゃなくてなんか寝る前の夜食的なポテトチップスとか。どうしよう、最近スナック菓子よく食べるんだよ。いやもう俺別に太ったって構わない、全然怖くないよデブになることなんか。太ってなんぼでしょ、太るために生まれてきたんだから。14番3つお願いします。寝る前に飯食わない、寝れないもん。
はい。2000円で。はい。はい。どうも。さあ。なんか俺太ってるイコールかっこ悪いっていうのって思い込みだと思ってて。なんか痩せてるやつがかっこいいとかって俺思い込みな気がすんだよね。だからデブでもハゲでもかっこいいやつはかっこいいでしょ。太ってても綺麗な人っていると思うもん。なんでもかんでも痩せてればいいって問題じゃないと思うんだよね。似合うかどうか、その人に合ってるかどうかってあると思うんだよね。なんかステレオタイプな考え方が嫌いなんだよね。モテるやつはモテるし、かっこいいやつは無条件にかっこいい。ポテチっていうか、まあいつも食べてるやつ、うん、みすけおはよう、旗ありがとう。朝早いね。それとも寝てないのかな。今日はいろいろと動きましたね。寝れなかった。それとも早起き。二度寝するか。寝な。モテないやつはモテない。で結果あれでしょ、好きな女の子にモテたらいいわけじゃん。人生って好きな女の子にモテたら勝ちだから、そうまない。好きなやつにモテるかどうかが大事なんだ。早いね。もう延長タイムだ。時間は残酷に過ぎていくよ。寝よ。毛深いイコール汚いっていうのも先入観だって。毛深くてもかっこいいやついっぱいいるよ。
だ今。どっち食べよう、どっち食べようかな。いや今日は寝ながら寝配信、パソコン携帯に移るね。携帯次枠取り直す。さすがにもうベッドの中で寝配信するわ。疲れた今日は、動き回ってたから。酒も入ってるし。ありがとうみすけ、ありがとう、ありがとう。花火ザイス、どっち食べようかな。カリカリコーンと、カリカリコーンとサクサクコーン、量的にこっち食べようかな。こっちが寝ながら食うか。悪魔の所業を寝ながら食うか。寝ながら食おう。太るやつな、豚になる。豚に疲れたな今日は。めっちゃ疲れた。みーすけみたいなね、毎回投げてくれる人がね、いっぱい集まればいいのに、なかなかそうもいかねえんだよな。わあ、マジか、ぶっ壊れた。投げないやつにとやかく言われる、殺意湧くよね。よいしょ、冗談抜きで殺意湧くよ。じゃあ次枠行きましょうか。お疲れ。